ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この前、お寺でお花見した時に、着物をレンタルして茶道を体験したの。へえ、茶道を体験したんだな。綺麗なお花の下で食べるお茶菓子は、とても美味しかったわよ。やっぱり霊夢は、花より団子だぜ。もう、魔理沙ってば失礼しちゃうわ。お花も見てたわよ。なあ霊夢、茶道って聞くと女性の習い事のイメージがあるけど、戦国時代では、女性よりも、男性を生き抜いた戦国武将たちが夢中になっていた。え、そうなの？すごく意外な組み合わせだわ。数々の戦国武将が茶道部に執念を燃やしていたことは有名な話なんだ。そうだったのね。戦国武将と茶道部の話、すごく気になるわ。じゃあ今回は、茶の湯に魅せられた戦国武将と、そこから生まれた文化、そして、茶道と戦、祭りごとの関わりと戦国時代から現存する茶道部について紹介するぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。まずは、茶道について説明する。茶道とは、簡潔に言うと規定の方法で客人に茶を立て振る舞うことだけど、実は、茶道具の工芸、床の間にかける掛物の書、造園、建築、振る舞われる料理や和菓子の食、飾られた花、おもてなしの手前作法などの幅広い知識も必要な総合芸術なんだ。へえ、そうなのね。初めて知ったわ。だから、知っている作法を実践しても、その道を極めることはできないんだぜ。結構、奥が深いのね。そして茶道という言葉を聞くと、清楚な女性の習い事、というイメージがあるけど、戦国時代では、女性よりも、男性を生き抜いた戦国武将たちが夢中になっていた。え、なんだか意外な組み合わせだわ。多くの戦国武将たちが茶道具に執念を燃やしていたことは有名な話なんだ。じゃあ、ここからは、茶の湯に熱心な好き者と呼ばれた武将について紹介するぜ。好き者とは、芸道に執心な人物の俗称で、現代では、本業とは別に茶の湯に熱心な人物、特に名物級の茶道具を所有する人物に用いられる言葉なんだ。今でいうところのコレクターと呼ばれる人たちね。それにしても名物級の茶道具って、お高そうだわ。これから茶道について解説する前に、好き者と呼ぶにふさわしい5人の戦国武将を紹介する。まず1人目の好き者武将は、織田信長だ。織田信長の父織田信秀は、京都の公家を自らの子弟へ招いて和歌の会を催すなど、風雅なことに関心があった。だから信長は、幼少期にして、すでに茶道と出会っていたんだ。へえ、織田家は、お金持ちだったのね。また、信長の教育係として、森役を任されていた平手正秀は、現在の愛知県西部にあたる尾張の国周辺では、かなり有名な茶人だった。そのため、信長は、幼少期から茶の湯に親しんでいたと考えられているんだ。そんなすごい人が教育係だったの。今では女性の習い事というイメージがある茶道に、無頼だった若い頃の信長が興味を持っていたとは、想像もつかないけど、茶の湯という一つの芸術をより深く知ることで、その道に惹かれていった信長の気持ちが理解できるかもしれない。茶の湯は魅力的なのね。とにかく信長は、茶の湯に魅了されていき、戦国武将として力を持つにつれ、茶道にも強くこだわるようになったんだ。今を生きる私たちでも、何か習い事を始めて夢中になると、もっと良い道具が欲しくなるよな。信長もきっと、それと同じことだったのかもしれない。その気持ちわかるわ。茶道は、接待する季節、場所、相手によって、使用する道具が異なるんだ。夏の暑い時期で例えると、茶室には、この季節に咲く朝顔などを生け、掛け軸も夏に関連のあるものを飾り、茶菓子なども夏らしさや涼しさが感じられるものを選ぶ。当然だけど、他にも茶碗や釜、抹茶を入れる夏目、そして、それを入れる袋、沸騰した釜の湯を冷ますために使用する水差しなど、季節や招待する相手によって工夫するんだ。茶道って多方面に配慮が必要なのね。だから、茶道具は、どんなにたくさん集めてもこれでことが足りるということがないし、資金が尽きない限りは終わらない。こうして茶の湯にのめり込んだ信長は、良い道具を揃えるために名物茶器を集め出したんだ。信長の他に、豊臣秀吉なども集め出し、臣下の中には、かなり強引に買い取ったものもいた。その様子は名物狩りという言葉で今も語り継がれているぜ。名物茶器の凄さが伝わってくるわ。それはそうと、信長は好き者として、茶道を趣味や文化といった手さびから、祭りごとに利用できるように、その価値を引き上げたんだ。へえ、大きな功績を残したわね。さすがは好き者だわ。京都入りした信長は、後に秀吉が評価した政策、御茶の湯御聖堂を行った。これは、信長が湯水のように金銭を使って手に入れた一品の茶道具を、ただ鑑賞するのではなく、功績を挙げた家臣に言葉をかけて、自身が選んだ茶道具と、茶会を開く権利を与えたんだ。その時に信長は、どんな言葉をかけたの？
信長は、先日の戦での働き、見事であった。それゆえ、その方にはわしが選んだ茶道具を与えよう。さらに、これを機に茶会を開くことを許すと言葉をかけた。主君から褒められて、贈り物ももらえて家臣は嬉しかったでしょうね。そうだな。それによって家臣との絆を深め、茶の湯の価値を上げていったんだ。茶の湯への愛が半端ないわ。また、信長が茶会で愛用した茶道具の大部分は、室町幕府八代目将軍足利義政が所有していたもので、これらの道具を名だたる武将たちや京都、堺などで影響力を持つ商人たちの前で披露して、わしこそが足利公方様の後継者であるとアピールしていたと考えられるぜ。信長は、なかなかのやり手ね。こうして、信長の天才的政治センスと好き心が合わさり、武家茶道と呼ばれる新しい文化の土台が作られた。二人目の好き者武将は、豊臣秀吉だ。本能寺の変で織田信長がこの世を去って2年後のこと、現在の大分県にあたる豊後の国の大名大友宗麟から、天下統一を成し遂げた豊臣秀吉のもとへ、一門、進化を突き従え、天下に服従を誓いまする。それゆえ、どうか、九州へご出馬いただきたくと、援軍要請のことで会見の申し入れがあった。援軍要請なんて穏やかじゃないわ。これに秀吉は、遠いところをご苦労なことじゃ。しかし、今、わしは徳川と槍を打ておる最中ゆえ、簡単には動けん、じゃが、時を稼げば必ず、大友殿の願いを叶えてやることができるだろう。それにしても、両国でのことが気がかりで気の休まる暇もないのは気の毒なことじゃ。さすれば、この秀吉がいかに力があるかを見せつけてやろう。そうすれば安堵できるはずじゃ。と返事をして、宗麟を大阪城内にある自慢の茶室に招いたんだ。秀吉は、思いやりの心があって素敵ね。都から遠く離れた九州の地を治める宗麟も、実は茶の湯が好きだったんだぜ。南蛮貿易で得た金銭は、高価な茶道具を買い集めるために使われ、千利休に大友様は茶の湯をお好みかと尋ねられた時には、私はなかなかの好き者でございますと答えるくらいの好き者だった。へえ、あの千利休とも接点があったの。だから茶室が、どのようなものかわかりきっていたはずなんだ。でも、宗麟が招かれた茶室は壁、天井、柱、障子などすべてが金箔ずくめで、道具も黄金に輝く黄金の茶室だった。宗麟は、秀吉が予想した通りになんとこれは、と言って驚き、自分が今まで見たこともない華やかで豪盛な茶室に衝撃を受けていたぜ。それまで黄金の茶室なんてなかったから本当に驚いたでしょうね。その上、この茶室は組み立て式だったから、庭に持ち運ぶこともできたんだ。え、そうなの。そんなこと思いつくなんて秀吉は天才だわ。秀吉は、親しみを込めてさあさあ、わしが茶を立てて信ぜようといい。その黄金の茶室に宗麟を招き入れ、自らが茶を立てて、宗麟に振る舞った。宗麟は、このもてなしのおかげで、おおらかな気持ちになり、天下人である秀吉に対して、さらに全幅の信頼を寄せるようになったんだぜ。さすがは天下人ね。茶道で心を掴んだわ。三人目の好き者武将は、松永久秀だ。この当時の一流茶人は、必ず名物茶器を所持していた。当然、名物茶器のような一流の道具は、お金に余裕があって、茶人、文化人としても、一流と認められた人が手にしていたんだ。どの時代もお金は大事ね。京都の文化人や堺の豪商と親交を深めた松永久秀は、目が利くようになり、多くの名物茶器を所持していた。その中でも、特に愛蔵していたのが、つくもかみなすと呼ばれていた茶入れと、古典名ひらぐもと呼ばれていた茶釜なんだ。国宝みたいな、すごい名前だわ。つくもかみなすは、今でも存在していて、静嘉堂文庫美術館に所蔵されている。だけど、古典名ひらぐもは、久秀が信義山城の戦いで敗れた時に、粉々に叩き割られて、火の海と化した城の中で久秀と共に亡くなったんだぜ。大切な茶器と最後まで一緒だったのね。四人目の好き者武将は、細川忠興だ。細川忠興は、武家茶道の三才流を開いた人物で、三才の称号を持っている。流派を開くなんて、すごい人だわ。また、利休七哲の一人なんだ。利休七哲って、どういうものなの？利休七哲とは、千利休の茶の湯の武将の弟子七人のことを指している。あとの六人は誰なのかしら？細川忠興の他に、この後紹介する蒲生氏里と古田織部、あとは高山右近、芝山剣持、瀬高門、牧村兵部がいるんだ。千利休の弟子でもあり、武士でもあるなんて、かっこいいわ。細川氏初代細川雄斎は、忠興の父で、ただ、武勇に優れているというだけが物の譜ではない。文武を兼ね備えてこそ真の物の譜であると、いつも口にしていた。当時の優れた武将の子供は、武術の他に算術、医術、料理、茶の湯を習得する必要があったんだぜ。何でもできないといけない大変な時代だったのね。というのも、これらの知識は、戦や国を統治する際に、不
不可欠なことだったんだ。中でも、とりわけ茶の湯が勧められたのは、総合芸術として、陶芸、和歌などが習得できることと、異なる身分、考え方の人たちと、交流することができる場が、あったからなんだぜ。茶道の教えは、様々なところで大活躍だわ。天下人秀吉の逆鱗に触れてしまった利休が、船で境まで護送されていくさなか、忠興は、秀吉の逆鱗に触れることなど一切考えずに、師匠の利休が乗った船を見送った。師匠を大切に思っていたのね。5人目の隙間の武将は、蒲生氏郷だ。蒲生氏郷は、誰にも引けを取らない武人であり、同時に文化人でもあった。氏郷は、少し前に紹介した利休七鉄の一人で、千利休から文武二道の御大将にて、日本において一人、二人のお大名と評価されているんだ。さっきマリサに教えてもらったばかりだから覚えているわ。氏郷は、利休が秀吉の命令で切腹した後、このまま茶道が廃れていくのは忍びないと思い、利休の故障案を自分の統治下の会津領内でかくまった。氏郷も師匠を大切に思っていたのね。じゃあ次は、武家茶道について紹介するぜ。武家茶道とは、主に江戸時代以降に武家社会の間で広まった茶道のことで、大名茶とも呼ばれていた。これに対して、千利休を外しわびさびの精神性を伝えた裏千家、表千家、武者小路千家、利休の孫宗旦が育てた門下生たちによって開かれた江戸千家、宗編流、松尾流などの流派は、門下生やその師範も町人層だったため、町衆茶道と言われているんだ。裏千家や表千家は茶道をしない私でもよく耳にするわ。とはいうものの、直接そばでそれぞれの所作を見たり、お茶を立ててもらったとしても、かなり茶道に精通していないと、武家茶道と町衆茶道は判別できない。それだけ、茶の湯は奥が深いんだぜ。さすがは総合芸術ね。奥が深いわ。でも、戦国大名と茶道の関係を調べていくと、武家茶道と町衆茶道は何が違う？と思うことがある。一部分だけを挙げるなら、時代への継承が、それぞれの流儀で異なる、ということなんだ。それぞれの流儀のやり方があるのね。町衆茶道は、江戸時代から家元制度をとっていた。これに対して武家茶道は、藩の領主が、町衆茶道における家元となって、流派の第一人者、継承者の地位が与えられたんだ。そして、家元が担うべき役割は、藩中の役職、茶頭が担当する仕組みで、継承されてきた。へぇ、藩の中にはいろんな役職があって面白いわ。ここからは、現在まで続いている武家茶道の流派について簡単に紹介するぜ。一つ目の武家茶道は織部流だ。織部流は、利休七鉄の一人古田織部が開いた流派だぜ。武将だった織部は、織田信長や豊臣秀吉の家臣でもあった。好き者の家臣だったのね。利休流を離れて、自身の感性を生かした新たな茶道を作り出したんだ。織部流は、武士好みの力強くて華やかな茶風と、個性的な茶器のデザインが特徴だぜ。だけど織部は、江戸幕府二代目将軍徳川秀忠から、切腹を命じられて、師匠千利休のように命が尽きた。それにより織部流は、一気に衰退し細かく分派していったんだぜ。織部の才能に嫉妬したんだわ。二つ目の武家茶道は遠州流だ。遠州流は、一万石の大名小堀遠州が開いた流派で、さっき紹介した古田織部に教えを受けていた。へぇ、織部は遠州のお師匠様だったのね。江戸幕府三代目将軍徳川家光の茶道指南役を務めた遠州は、徳川氏に初代から三代続けて仕えたんだ。わびの中に華やかさがある遠州流の美しさは、綺麗さびと表現されている。私も体験してみたいわ。三つ目の武家茶道は山菜流だ。山菜流は、さっき好き者武将で紹介した細川忠興改め、細川山菜が開いた流派だぜ。この流派は、武家茶道の中で最も忠実に利休流を継承している。さすがは利休七鉄の好き者ね。四つ目の武家茶道は石州流だ。石州流は、片桐貞政が開いた流派で、少し前に紹介した遠州流の後を継ぎ、江戸幕府四代目将軍徳川家綱の茶道指南役となったんだぜ。また、継承方法も従来の藩の領主が流派の第一人者、継承者ではなく、免許改伝制を取り入れたため、石州流は多くの大名に継承され、全国へ広がった。きっと才能がある弟子に極意を継承していきたかったんだわ。五つの武家茶道は上田宗湖流だ。上田宗湖流は、豊臣秀吉の家臣で武将の上田宗湖が開いた流派だぜ。宗湖は、出家後に名乗った法名で、俗名は上田茂康、秀吉の他に丹羽秀長の家臣でもあった。しかも、ただの武将じゃないんだ。え、どういうことなの？これまでの戦で幾度となく、敵将の首を上げている勇敢な武将として、その名を広く知らせた。そんな茂康は、型破りの天才古田織部と親交を深めて茶の湯を学び、独自の美学を大成したんだ。
この流派は、凛として、美しい作法が特徴的で、性別によって、茶道の建前や礼の仕方が異なっている。例えば、男性は茶事の途中で、物の符が弓を構える所作などがあるんだ。性別に合わせた所作があるなんて面白いわね。どの流派も、成り立ちや特色、創始者などの史実を知ることで、武家茶道に魅了された武士たちの気持ちが伝わってくるよな。その通りだわ。よし、じゃあ次は、武家茶道に魅了された戦国武将たちについて説明するぜ。そもそも、いつも命がけで戦っていた戦国時代で、どうして武将たちは茶の湯に魅了されたのか？中には、茶の湯に馴染めず、どうして、こんな狭いところに腰をかがめて入って、苦い茶をすすらねばならんのだ？と思った武将もいたかもしれない。そういう人もいそうよね。他にも、ただ茶道具が欲しかったり、政治的な目的で茶の湯を学んだ武将もいたかもしれないな。この時代、都に住んでいた公家は、いかに戦が強かろうと、侍などと申すやからは、雅なことは何一つ知らぬ、粗暴で野蛮な人間の集まりじゃと口々に言い、武士を見下していたんだ。公家って、なんだか嫌な感じだわ。だから武士は、公家と対等な関係を目指して、総合芸術である茶の湯で品格や知性を磨き、それを習得することで、見下されないようにした。へえ、そんなことがあったのね。そして、さっきも紹介したけど、信長が武将たちの間で茶の湯を流行らせて、功績を残した褒美が茶器だったから、ますます茶の湯の価値は上がっていったんだ。ただ、高価なものを買い集めるだけじゃなくて、主君からの褒美とか、名高い茶人である武将からの頂き物など、入手経路も大事だった。今の時代でもありそうだわ。要するに、茶器を所持することは、武士としての地位に大きな影響を与えたんだぜ。というのも、世間に名品や一品を所持していることが知れ渡れば、あの方は戦に強いだけでなく、風雅を理解する品格も同時に持ち合わせているお方だと評され、大名の間でも尊敬に値する存在となれたからなんだ。上に這い上がるために茶器は必要だったのね。このように戦乱の世では、主君からの信頼の証や文化人としての証などの、付加価値がある茶道具が、武士たちのやる気や原動力の役割を担っていた。この時代の茶の湯って奥が深いわ。そしたら次は、織田信長が考案した計画が、どのように行われたのか実際の話をもとに紹介するぜ。まず一つ目の計画は、家臣への恩賞は土地や土地の支配権ではなく、価値の高い茶器を与えるだ。織田信長の臣下だった滝川一益は、現在の山梨県にあたる甲斐の国を攻略した恩賞に、茶器の受講こなす日を希望した。恩賞は、やっぱり茶器よね。だけど、与えられたのは、関東管領の地と上野一国の家臓だったため、上野などに行ったら、茶の道を極めることができないと、ものすごくがっかりしたんだ。え、茶器がもらえなかったの？信長、公約を守ってないわ。高価な茶器だったから信長も手放したくなかったんだろうな。そして二つ目の計画は、政治の駆け引きの道具として茶器を取引するだ。茶入れのつくもかみなすは、名物茶器だったから政治的な取引に利用されたんだぜ。好き者として世に知られていた松永久秀は、信長の命令に従わないまま降伏した時に、どうか、この茶器を献上いたしますので、お許しくだされますようと、そのつくもかみなすを信長に差し出した。好き者は、やっぱり名物茶器を持っているわね。信長は、自分の留守中に、のんびりしていた女中を問答無用で惨殺したけど、自分に従わず、敵意を向けてきた久秀の怒りは、陶器の小さな入れ物一つで、収めたんだ。陶器の力、恐るべしだわ。このように、戦国時代での茶器の価値は、命と引き換えにできるくらい非常に高価で特別な品物だった。じゃあ最後は、現在も残る武家茶道の茶道具たちを紹介するぜ。一つ目の茶道具はつくもかみなすだ。この名物茶器は、何回も登場したから覚えたわよ。このつくもかみなすは、陶器の抹茶入れれなんだぜ。最も権力を持ったとされる室町幕府三代目将軍足利義満が愛蔵した唐物茶入れで、その後、将軍家に代々受け継がれて、愛用されていたものなんだ。足利氏で大切に扱われてきたのね。それが、いつの頃からか松永久秀の所有物となり、織田信長に忠誠の証として献上されている。そして本能寺の変が起こった後、その焼け跡から奇跡的に発見され、次は橋場秀吉の所有物となったんだ。奇跡的に見つかってよかったわ。さらに秀吉の息子豊臣秀頼の手に渡り、大阪城で大切に所蔵されていたけど、大阪夏の陣で、また火に包まれてしまったんだぜ。でも、また焼け跡から奇跡的に発見されて、今度は徳川家康の所有物となった。こんなに何度も火災に見舞われるなんて、そうそうあることじゃないわね。だけど、こんなに何度も火に包まれたからなのか、この時点で、だいぶ壊れていたから、
漆継ぎの名工藤重桃源の手に渡って修復され、それからは、藤重家で代々所蔵されてきたんだ。この長い歴史を持つつくも神那須は、明治時代に入って、三菱財閥岩崎屋の助氏が購入し、現在は、東京都世田谷区にある静嘉堂文庫美術館に所蔵されているぜ。安全なところで保管されていてよかったわ。二つ目の茶道具は茶尺歪み、そして三つ目の茶道具は茶尺涙だ。この茶尺歪みは、他に類を見ないくらいでこぼこしていた。まず茶尺は、基本的に茶会の主催者が自身で竹を削って作っていたんだ。手作りだったら仕方ないわよね。この歪みと涙は、豊臣秀吉から切腹を命じられた千利休が、自分の身に危険が及ぶかもしれない中、見送りに来た二人の愛弟子のために、自身の手で竹を削って作り上げた茶尺なんだぜ。愛弟子を思って作ったなんて素敵だわ。歪みは、利休の教えを変えずに守ろうとした細川忠興へ、涙は、利休の教えを誰でもわかるような表現に変えて、自分の美学を生み出した古田織部へ送られた。さすがは師匠ね。弟子のことを理解しているわ。利休は、おのおので特徴が全く異なる茶尺に、どんな気持ちを込めて送ったんだろうな。その二つの茶尺の現物を見ることができれば、利休や、これを賜った愛弟子の気持ちが、少しくらいは伝わってくるかもしれない。ぜひ、お目にかかりたいわね。また、茶器以外にも、利休七鉄の武将たちが発案して作られた庭園も多く残っているんだ。そうなの。これから、戦国大名の歴史を振り返るときは、城や城跡、古戦場以外に、戦国大名が愛した茶器や庭に触れてみると、それぞれの戦国大名の人間性をさらに深く、そして、さらに近く感じられるはずだぜ。さて今回は、茶の湯と戦国武将について紹介したぜ。霊夢、どうだった？戦国武将がこんなにも茶の湯に関わっていて執着していたなんて驚いたわ。茶の湯は奥が深いわね。そうだな。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。